採用イルマイスターの松本恵梨香です。私たちが日頃何気なく使っている様々な植物油は、実はたくさんの人とたくさんの手間によって丹念に製造されています。日本で使用されている植物油のほとんどは海外から原料を輸入し、国内で加工製造されています。その中でも菜種、パーム、大豆の原料が多く輸入されています。しかし、これまでは食べるために使われていた植物油がバイオ燃料への利用による需要の増加、世界的な天候不順、作付け地の制約などにより世界中で油脂の取り合いによる価格高騰の煽りを受けています。そんな中で植物油がどうやって育ち、運ばれ食卓に届いているか、国内の各メーカーが安心かつ安全安定的に提供するためにどういった努力をしているのか、大豆油を例にご紹介します。アメリカの大豆農家は常に良い大豆を育てるために努力しています。たくさんの種類の中から最も適した種子を選択し、何百万粒もの種子を何千何万エーカーの広大な土地に植えて育てており、1年を通して丁寧に手入れをすることで品質の良い大豆を収穫することができます。またアメリカでは80年以上前からサスティナブルな農業を続けるための取り組みを国全体で行っており、大豆においてはサステナビリティ認証 SSAP を設け、森林生態系の維持、サステナブルな生産活動、農家の労働環境改善、生産と環境の継続的な改善を目指しており、トレーサビリティの推進や CO2 排出をできるだけ削減するなど SDGs の目標達成にも貢献しています。現在日本向けアメリカ大豆の9割以上がこの SSAP 認証付き大豆となっています。収穫後、近くの集荷場や加工工場に出荷し、場内の倉庫に保管運搬されます。続いてアメリカの輸出施設の一つである全農グレインの事例を見てみましょう。ニューオーリンズに世界最大級の船積み能力を持ち、品質を維持するために温度や湿度など最適な環境で保管するための徹底した管理を行っています。また輸出施設がニューオーリンズにあるため、アメリカの主要な穀物生産地域から集荷することが可能で、天候と川のコンディションを注視しながら大量に運び込まれる大豆を注意深く取り扱っています。現場での徹底した品質管理により大豆の品質を安定させ、海外へ出荷するときはアメリカの連邦穀物検査局によって検査を受けています。そしてアメリカのサプライヤーは、徹底した品質とサスティナブルな大豆であることをご確認いただける SSAP 認証を取得しています。日本への輸送は安定供給を図るためにパナマ運河を経由するルートを主にしながら、西海岸まで運ぶルートなど輸送ルートを多角化することで日本への安定的な輸出を実現しています。35日から45日かけてアメリカから日本へ輸入された大豆は、厳正な品質検査管理のもと加工され、美味しい植物油となり、安心安全とともに消費者のもとに届けられています。その中で各メーカーでは製造ロスの改善や生産工程の自動化、流通効率の向上など様々な対応を行うことで、皆様になるべく安定的な価格でご提供できる努力や、品質劣化のリスクなどへ配慮した在庫管理を行っています。私たちの体にとって不可欠な栄養素、必須脂肪酸であるリノール酸を豊富に含む大豆油をはじめ、さまざまな植物油はオレイン酸、リノール酸などのたくさんの栄養素を含み、家庭やお店などたくさんのシーンで活用されており、独特の旨味とコクがあります。さまざまなレシピや使い方のコツなどを日本植物油協会のホームページやソイオイルマイスター検定ページを通じてご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。たくさんの人の手間と努力が詰まった愛情たっぷりの植物油を、これからも皆様にご愛顧いただくために私たちは日々頑張っていきます。以上、ソイオイルマイスターの松本恵梨香がお届けしました。